そうなんだ。そうそう。醤油。そうそう。冷凍カボチャ、カボチャをミンチ肉に包みます。お水を入れてレンジにかけます。だし汁を作るのでだしパック入れます。でミンチ団子を入れて、塩少々で、かき醤油少々、ちょっとで蓋をします。これでレンジにかけます。電子レンジにかけたら出来上がりなんで、
き上がったものを混ぜますね。レンジで7分ぐらいかけたら団子になるんで、それで和風だしに柚子胡椒をかけたり水菜を足したりしてやります。これはイタリアン風の味にしました。熱いうちにスライスチーズを乗せて、バジルをかけて黒胡椒をかけます。だし汁にオニオンスープの素を混ぜて、トマトを切ったのとナスをちょっと焼いたのを混ぜれば出来上がりです。いろいろ中華味にもできるので試してみてください。味付けはいろいろできますから。わさび醤油をつけて食べたら美味しいですよ。美味しい。7分ほどレンジにかけたら出来上がりです。団子風になります。これをよそって、あとは好きに味付けしてください。これだけでもいけます。